んかどうもそうじゃないそうですということで今回はですね33枚目シングルの制服新制服新しい制服が判明した件について話していきたいなと思います。まあこれまだ確定ではないのかもしれないですけどまあ結構もうほぼ新制服なんじゃないかって言われてるね写真が昨日投稿されまして、まあ、それがね久保ちゃんの写真集ですね久保しおりファースト写真集のツイッターアカウントにて、投稿された写真なんですけど、まあ、それはね、あの乃木坂工事中の収録かな、おそらく乃木坂工事中の収録でバナナマンさんにその久保ちゃんの写真集を渡してましたよっていうツイートだったんですけど、その写真を見てみるとこちらなんですけども、ね、めちゃめちゃいい写真やんとね、公式お兄ちゃんがね、久保ちゃんの写真集持って3人でのね、スリーショット、まずめちゃくちゃいい写真っていうのはあるんですけど、よくよくね、久保ちゃんの服装に目をやってみると、あれ見たことないやつ来たねっていう見たことないやつ来たねっていう感じで、まあ、基本ねこの乃木坂工事中の収録って制服じゃないですか。制服でねやあの撮影、収録すると思うので、まあ、普通だったらというかねあの今の紺色のね制服だと思うんですけど、それがなんかまたガラリと変わってっていう変わったお洋服、これが新制服なんじゃないかっていうね、感じで結構ちょっと話題というかね、これ新制服なんじゃないか、新制服ついにお披露目されたんじゃないかっていうね感じになっていまして、でまあこれもしかしたらねワンチャン私服の久保ちゃんのね私服の可能性もあるのかなっていうのはあったんですけど、よくよく見てみるとこの右かな久保ちゃんの右のところに乃木坂のワッペンみたいなのもあるみたいな感じで、まあ私服ではないんじゃないかっていう感じだったら、まあやっぱりね乃木坂工事中の収録ってなったら制服だと思うんで、これが33枚目シングルの制服新制服なんじゃないかっていうね感じですよね。まあ、だからまあ確定ではないんですけど、これが新制服っていうのはね、まあ、過去にもやっぱねいろいろこう新制服なんじゃないかって言われたのが新制服じゃなかったみたいなパターンあるんで、まだ確定ではないかなと思うんですけど、まあ、結構濃厚なというかこれが新制服濃厚な感じ、やっぱ乃木坂工事中っていうところでね、濃厚なんじゃないかなと思うんですけど、どうですか皆さん、これがね仮に新制服だったとしてめちゃくちゃいいですよねめちゃくちゃ可愛いですよね。まあ、前回のというか、まあ、今回 その32枚目シングルの制服も個人的にはめちゃくちゃ好きなんですけど、あの紺のやつもめちゃくちゃ好きなんですけど、これもまたね色がガラリと白っていうね感じに変わって、まあ、全体的にはベージュみたいな感じなんですかね、白っぽいけどベージュみたいな感じで、まあ線がね、入っていて、でまあポイントなのはやっぱ首元のこのリボンっすよね、斜めについてる白いリボン、これがまたいいぞと、これがまたいいぞっていうところと、あとはベルトがね、めちゃくちゃついてるっていう感じで、このベルトもいいですよね。ベルトとリボンっていう感じで、まあ、あとはシンプルにこう、ボーダーが入ったベージュの制服で、で、まあ、半袖っていうね、感じで、まあ、この季節ね、長袖だったらやばいんでね、しっかり半袖っていうね、感じになっていて、いや、いいっすよね。紺から白っていう感じにね、ガラッと変わった感じで、まあ、夏っぽさというか、なんかその白でベージュで、こう、爽やかな感じもありつつっていうね、感じで、この夏にぴったりな感じも、まあ、しない、雲ないし、みたいなね、感じでね、めちゃくちゃ、可愛いね制服で、これもねいいんじゃないかなって、ね、これで新制服じゃなかったら僕はただただねなんか久保ちゃんの服装になんか言ってる人になったんですけどもねまあそれはね、まあ、後々分かってると思うんですけど、まあ、今後どんどんね制服、この新制服だったら制服にいろんなメンバーね変わっていっていろんなところ出演すると思うので、後々はねこれが新制服かどうかっていうのはね分かるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今回ねこれが新制服結構濃厚なんじゃないかということでね話していきました。まさかのねところからの新制服っぽいのボン来たっていうね感じですけど、まあ、33枚目シングルまだねそんなにこう情報解禁されてない中で この新制服らしきものがね出てきたっていうことでちょっと嬉しくなりましたけどね、まあ、新制服これだったらねめちゃくちゃ可愛いなといいデザインなのかなって個人的には思いました。はい、ということで今回はこれで終わりだと思います。久保ちゃんの写真集もですねいよいよ明日発売ということでね楽しみだなと、ぜひね皆さん買っちゃってくださいということで今回これで終わりだと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。全ての散りゆく花に奪われて何度も何度でも名前を呼んだそんな春がもう嫌いだ。